一人いらっしゃいました。たれめさんこんばんは。うん。あと、たかさんもこんばんは。えー、突如の告知なしライブ。うん。いろいろとやってみますよ。ねツイッター告知なしで。だから、まあ、ほぼほぼチャンネル登録者さんと、あと、うん。あのー、通知をね。 数値設定してる方にしか分かんない状態で今日は釣りは楽しんで南部塾をやりましょう。今日はワイン。うん。最近ね、すげえハマってるんだ。前も見せたと思うけど。うん。これはね、ちょっとワイン好きな方は一度飲んでみられたらいいなと思うぐらいね。うまいっす、これ。<laughs> まあ、アマローネ自体が非常にいいんですけど、アマローネの中でもね、これ安いやつなんだよね。ところが、相当うまい。ちょっとハマってます、最近。家飲みワインには最高。3000円台と5000円台のね、2種類買って。今日は、ちょっと5000円台の、まあまあ、いいやつだよね、5000円。高いよね。うん。うまいはずです。まあ、チブチブ飲みながら。 釣りは楽しんで南部族の方はね、あの、もう本当に気軽に、えあの、まあ、あの、それなりの高齢でございますので、<laughs> え齢、ー、な分、いくらか経験値も不幸ございますので、ええー、まあ釣りもで、ね、なんだけど、うん、まあいろんなね、えー、ご質問があれば、僕でわかることなら役に立つんであれば、 お答えしていきます。はい。で、こうやって、その、告知なしで集まってくださった皆さんたちから、こう、いただく質問に、一問一答でこう、内容によりけれだけど、分厚く答えて言ってるやつを、後で切り抜いて足して、一番皆さんが見やすいようなね、アーカブの方は、その、 20分か30分にまとめたもので今後はアップしていこうかなと思ってます。ということで進めてきます。約50名さんですね。あの、知ってる方は知っている。今は僕執筆中なんですけど、本来はね、7月発行の予定で進んでたんですよ。釣り人社からね、出る予定の。うん。7月発刊予定で進めてみま でもう7月ももう終わりなんですよ。なんえー、ちょっと予定変わりました。えー、7月の発刊予定で5月中に原稿を上げて、そこから、まあ、あの細かい打ち合わせチェックこう、ね、構成やデザイナーさんとの打ち合わせ等々で、えーまあ、内容的にはそのもっと釣れるおかっぱり、えー、あとミドルゲームとは何ぞやとかね。 ミドルゲーム的視点でメバリングを見直すとかね。メバルう、ミドルゲーム的視点でアジングを見直すとかね。あと、令和時代を彩るターゲットたち。うん、どんな場所で積むのか。どういう方法で積むのか。のがいいのか。的なことでね、えー、まあ、盛りだくさんに、中、えー、のコンテンツをやって、 て行くわけなんですけど、まあ一応その原稿をね、ざーっと仕上げて、もう7月発刊予定で送ったんです。釣り人沢さんにね。うん。うん。で、社長がそれをちょっとざっと読まれたんでしょう。で、かつ、今どうなってんだみたいなその段取りの流れも社長多分聞かれたんでしょう。あのー、レオンさんにはもっとじっくり書いてもらえと。<laughs> はい。 いつととか切るなと、うん、このテーマに沿って十分な内容になったと僕がね、えー、思うレベルであの実調記事と現場写真も伴った形でしっかりしたもの出そうよとせっかくなんだからということをね社長がおっしゃったみたいで、えー、担当者からねそのような電話とメールがありました。 ということで、7月発火予定がもう大幅にずれます。9月になるのか、11月になるのか、うん、年は越したくないかなと思ってるんだよね。うん。年内発行で、えー、まだ今からその、このまだまだ釣れるおかっぱりを、うん、しっかりした内容にすべくですね、えー、ちょっとはち行く、 10月。最後が10月ぐらいかな。の段取りで、えー、まだ僕がやったことのない、その、全国各地の、えー、ポイントでね、うん、ミドルゲーム。いや、僕が思う、新生ライトゲームね。うん、アジングメバリングってこう、狭くくるんじゃなくて、こう、広く捉えて、もう、おかっぱりはまた楽しい、うん、ごめんなさい。 えー、炭水の釣りも含めてね、もっと釣れるをかっぱりという書籍のね、えー、まあ、ハウツー書籍でね、を充実させていこうというね、流れになりました。うん。ちょっとほっとした。ある日突然うまくなるっていう本もあれば、えー、ヌの深さがある日突然うまくなるっていうね、 ある日突然上手くなるっていうのは非常にキャッチーなタイ,タイトルで、それシリーズになって、その中のライトゲーム、アジングメバリングを僕がまあ担当させていただいたわけですよ。もう10年、十年前なんだよね。うん。ありがたい話です。そういうオファー来るのはね。で、これがね、発売された時にね、ちょっとした事件が起きたんですよ。うん。何かというと、 あのー、嬉しいことでね、バカ売れしました。はい。どういうバカ売れかというと、書籍としてバカ売れまだいかないよ。うん。えー、総合書籍としてバカ売れしたら偉、ええ、いことになっちゃうからね。もう、本当に。アマゾンの書籍の総合ランキングに、えー、の一桁台、6位だか7位だかに、一度、 出た。これがね、僕わかんなかったんだけど、すごいことなんだって。で、初めてアマゾンの総合ランキングに出た、あの、書籍になりました。アジン、えー、アジングメバリングがある日突然上手くなる。レオンカクタ匠、ミ著。この本がね、えー 釣り人者初だし。釣り人者初っていうのは、えー、釣り雑誌初なんですよ、実は。アマゾンの総合ランキングで、えー、6位だったと思うんだけどね、も正確に覚えてないんだよね。うん。一桁台入ったことないんだって、大体に三桁台だしい、100位とか、140位とかね。 ぐらいしかならないのが、なんと、一桁台で6位になったというね、結構、釣り人社さん、社内で湧き立ったらしいです、当時。で、スポーツカテゴリーでは、あの、一時1位取ってました。うん。スポーツカテゴリーでは1週間ずっと、僕の本が1位を,をキープして、あくまでもアマゾンの中だからね、全国の書籍のランキングじゃないからね、アマゾンランキングだからね。まあ、それでもね、 そういうふうに具体的に数字になって出て、その過去にない、そのアマゾンランキングの中でも、うん、総合だと百何十位、えー、スポーツカテゴリーの中でようやく二桁台、ね、80位とか、50位とか40位とかね、まあそれが、 スポーツカテゴリーで1位を1週間か10日キープし、総合ランキングでも一瞬だけど6位に顔を出したということでね、非常にあの、僕だけじゃなくて釣り人社さん自身もあの、非常に、あの、記録、記念となるようなね、一冊のおかげさまで、皆さんのおかげで、えー、させていただいたあ思い出があります。ちなみに、うん 今田さんからなんか質問来てるね。今日仕事で熱中症になりました。頭が痛くなり、やばいね、頭くな、頭痛くなってフラフラもう熱中症だよね。ペノさんは日中釣りはなされますか熱中症対策はありますかやってますよっていうかもう夏場に夜の釣りってほとんど成立しないでしょ。アジングぐらいだよね、メバルなかなか厳しいし。やって釣れないことはないけど、 あのー、僕、ずっとだよ。今年もだけど、去年も一昨年も、10年前も15年前も、真夏でも全然釣りしますよ。ただ、僕が、あのー、熱中症対策としてね、あの、きっちりやってるのは、まず、肌出さない。だから、今、あの、数年前から、ね、PC の方でサマーパーカー販売してますけど、フード付きのサマーパーカーで、グローブをする。で、 半ズボンは履いても必ずスパッと履く。つまりもう直射日光に肌をさらさない。これはすっごい重要なんで、熱中症対策で。半袖はね、一見涼しそうに見えるけどね、まずいよ。半袖はね、涼しくないんだよ。これ、ね、一回経験したらいいよ。えー、クール素材のね、薄手の、あの、ロングスリーブで、ね、グローブもして、とにかく肌を露出し,しない。で、首のスカーフ、あるいはもう半。 ここまで来るマスクを常にしてる,してる人たくさんいるでしょ。あとね、僕はキャップとかサンバーザーかぶんない。まあ日頃からだいたいそういう傾向強いんだけど、特に夏はね、もうハットです。持ってるやつがね、だいぶちょっとヨレヨレしてきたので、今年また新しいのを買いました。うん 今回初めてのメーカーさんなんですけど、あの、これは、リトルプレゼントさんですね。あ、リトル、リトルプレゼントさんこんないいのあるんだなと思って。うん。これはリトルプレゼントさん。あともう一つ買ってあげる。これは、ここが、メッシュになってる。これが真夏用かな。これはまあ、 オールシーズンやで、まあ、冬になると、割と、ちゃんと本格的なレザータイプをね。うん。ヘンシェルという、アメリカのね、古いブランドの、ヘンシェルのカーボイハットが、昔から好きで。よいしょ。これはね、なんちゅうメーカーさんかなあ、これヘンシェルだ、ね。<laughs> ヘンシェルの、はい、これがアメリカのメーカーです。UPF50 で、ね。はい。 ね、メッシュだから、まあ頭のてっぺんが蒸れないっていうかね、するしまあそのうちも自分とこで作ろうかなと思って。これはリトルプレゼンツさんのね、よくできてる。生地感も好きだし、色も悪くないです。はい。まあ、話ちょっと横飯それてるけど、なぜ僕がハットが好きかというと、あの、全方向にね、ブリムが、つばがいわゆる、 つば、ブリームが全方向にあるので、やっぱりね、日差しからね、首筋守るんですよ。この首筋を守るのが熱中症対策にはね、結構重要なの。うん。みんなこう、顔マスクしてさ、やるけど、後ろ保護してないんだ、意外に。この後頭部を。こう、こ,こういうところが、温度が上がっていくと、あの、炎天下の中でね、やっぱり熱中症にすごくなりやすくなるので、 首筋冷やすってものすごい大事だし、その首筋を熱くしたくないっていうのがハットの目的だし、そもそもハットがなぜできたかって言ったら意味そこだからね。<laughs> オーストラリアなんかでもほとんどハットでしょで、アメリカだったらその西海岸、ね、気温の高い西海岸から南部にかけてハットでしょ まあ、ハットでもあの、シルクハットみたいな、このブリムの狭い。ツバの狭いハットと、ウエスタンハットでガバーッと、ツバが、ブリムが広いハットって、何が目的か考えたら、論理的にも一目栗保全でしょ日差しから体を守るためのものなんですよ、こう、広いのって。で、キャップだと前だけだよね。キャップの場合は、太陽で眩しくないようにしてあるだけ、ここが。うん。 まあ、ないよりはマシなんだけど、熱中症対策には非常にね、効力薄いんです、キャップって。もう肌をとにかく足首一つ手首一つ出したくない。全部覆っとく布で。はい。で、えー、体の水分の蒸発をできるだけ少なくする。えー、長袖着たら、長ズボン履いたら一見暑いと思いますけど、直射日光が当たらないから、 暑くないんです。これね、やった人しかわかんない。みんなね、長ズボン入って、長袖着て、真夏の炎天下の外で出たらね、一瞬暑いと思う。一瞬暑いと思うんだよ。ね、半ズボン、半袖だけで出たら風が直接肌に当たるから、一瞬涼しいと思うんだよ。これ、だから一瞬だからね。実際に長袖、長ズボンで炎天下の中で出て30分、1時間経ってごらん。どっちが暑いかはっきりわかるから。 もう半袖半ズボン角露出してる方が絶対熱くなるの。これ1時間2時間経ったらいいんです。最初に、上も長い、下も長い、履いて出たと、いたときに、その、よ、35度38度ある中で、長袖、長ズボン履いたら、熱いと思うのはね、最初だけなんで。実際にもう逃げも隠れもできない、ね、僕ら釣り人は、お、起きいそきいう、起き堤防とか言ったら、影ないからね。 そんなところに放り出されてっていうかねよあ、そこに何時間もいることを余儀なくされる場合は、絶対ダメよ、肌出しちゃう。うん。これ。もう水分取るのは当たり前だからね。で、お水だけじゃダメでしょ。やっぱり、塩分が抜けていくと、これも熱、ね、中症の原因になりやすいので、やっぱりあの、蛍光補水液。ちょっと塩分の入ったものね。 うん。とか、潮雨とかね。うん。僕はそこは気をつけてますよ。うん。えー、イクラちゃん。ミニマルやミニコン。アミコンのことね。イクラちゃん。ミニマルや、多分アミコンでしょう。アミコンを使ったチルの落とし込みをされる人がいるみたいですが。えー、ただ完璧にフリーフォールやカーフォールさせるだけなのでしょうか。 何かコツなどありましたら教えていただきたいです。ミニマルやアミコンを使ったヘチズリですね。いわゆる落とし込みね。何かコツがあるかってちょっと調べてみようか。まあ、口頭で言うこと、説明することもできますよ。僕も落とし込みをね、やったことは何度もあるので。えっと、し、はい。初めての黒台落とし込み釣り入門。 ね、オ、で、リール、<laughs> あります。で、まあ、針、ハリス、重り。こういう入れたちなわけね。まあ、これ見たらわかるでしょう。ガンダマの 1B から 5B、フロロカービン、カボンハリスの1号から1.5号。ね、道糸がナイロンの2号。これってほら、ほとんど僕らがやってるメバリング、 とか、アジングの入れたちじゃん。竿も2.4メーター。まあ、8フィートぐらいの竿だよ。で、リールの形がちょっと違うわけでしょで、落とし込みの場合は、この、ガン玉を打った血の針の先に餌つけるね、こう。で、こういう、ね、カラス貝のちっこめを餌にしたり、カニを餌にしたりするわけなんだけど、こういう裂け目から針先入れて埋め込んでいって、 で、埋め込んで、針先を出して、セットオーケーなの。この形ね。で、カニの場合は、だいたいこう、後ろ足の付け根。に刺すの。で、近いところに重りがあるね。まあ、ジグヘッドだと思って。僕はこのスタイルより、ジグヘッドでカニのここに刺して釣ってったからね。何を言いたいかというと、コツはね、餌釣りと全く一緒なのよ。うん。ただね、 落とし込みの釣りで難しいのは、その日その時で食ってくれるスピードが違う。フォールスピード。カビゲはこう落としていくんだけど、えー、1B でないと、のスローでないと食わない時と、5B でスッススッスやった方が食う時と、もう時間帯とか場所とか、えー、水の色とかでね、全然変わるのよ、そこが。 だからね、そこの基礎知識がある人とない人じゃ、えー、ルガを使ってもね、餌を使っても、もう全然違う。例えばね、カニつけてれば釣れるだろうと思ったら甘い。あの、かかんない、魚が。カニだけなくなったりするか一切つついてもらえない。同じ場所を探って、二人でこう、並んで探って歩く。そうすると分かってる人だけ当たりがある。分かってない人は当たりがない。ああ、それ前歩かれてるかなと思う。 じゃあ先輩がね、じゃあお前先に前歩け、俺後ろ行くわ。同じことを起きる。前を行く後輩には、同じ仕掛けで同じ蚊に餌付けてるにもかかわらず、後輩の方は落としても当たりがないけど、先輩の方は必ず当たり拾っていく。これはね、フォールスピードをね、コントロールできてるかどうかと、その、えー、どのスピードだったら食ってくれるかということをね、いち早く、あの、見抜く力からね、これが引き出しっていうもんですよ。 あと、あとこれはね、言葉ではちょっと説明しにくいんだけど、その、結んでるウェイトを自分がいかに支配しながらコントロールし、支配できるかなの。この重り一つをね、1B なり 3B なり 5B の重りを、ちゃんと自分で腕と竿先で支配してコントロールして、それを壁際にスーッと落とし込んでいくときの、ほんのわずかな違和感を捉えるだけの感知能力あるか。 ないか。落とし込みの釣りってのはね、これが全てです。えー、ミニマルちょっと大きいから、ね、今回、えー、発売しました。アミコンだったらもっとやりやすい。ね。というものを結んだり、ジブヘッドにワームでやったりするわけなんです。うん。で、当然、生餌生き餌を使った時も、3分の1ぐらいしか釣れません。 普通の落とし込みポイントでは、そんなもんです。非常に難しい。さっき僕が説明したようなことが理解できて、ちゃんとやれる人なら釣れるけど、それでも生餌、生き餌を使ってるあ、えー、釣り人さんに比べると、超過は3分の1ぐらいまで落ちます。落ち、うん、るんだけど、餌、うん、の位釣り師がいない場所、例えばね、あの、 質問者の方にね、一番最もお答えしたいのは、イクラちゃんね。あのね、この釣りはポイントありき。まずチヌがね、しこためいるような場所でないと超過難しいです。チニングはね、壁際のヘチ釣り、落とし込みの釣りを狙うよりは、日中に砂利浜、グリ浜、ゴロタ浜で、 今の季節だったらトップウォータープラグ、ペンシルなんかをピュッピュッピュッピッ、ピッピュッ、パシらせたらスーッと来て波紋が立ってガラッと出るチーヌのトップゲームの方がはるかに結果が出る。壁際難しいよ。食っては来るんだよ。いるところに行けば。だけどもうね、あの、え、なんでって思うでしょ。えー、っとね、広島で流行ったチーニングの中じゃ、 ナイトゲームがある夜の河川域、キ水域で夜にあるチーニングが、広島は20年ぐらい前に生まれて、たくさんファンがいるこれはね、広島には一級河川の大田川っていうのがね、流れて市内でこう、5つに分かれてて、どの河川でも釣れるんだけど、これは三四筋、要するに真ん中まで投げるんだよ、ルアーを。 例えば、エビコンを投げるんです。エビコンやミニマル6号なんかで僕は釣ってますけど、ね、まあ、ミニマル6号の歴史が長いんで一番よく釣ってますけど、えー、追加進化を足してね、流れちゃうから。上流側に打って、ボトムに落としたらちょんちょんとやって落とす。ちょんちょんとやって落とす。もしくはそこにつけたままずる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 引っ張ってくる。これだけで簡単に釣れちゃうんだよ。それがプラグであれ、ワームであれ、メタルバイブであれ釣れちゃうの。 圧倒的にそっちの方が楽。でも、それ、えー、ヘチ釣りの落とし込みのルアーはかなり難しいよということを承知でやるんであれば、さっき僕見せたでしょ餌釣りのページを。あれ意味があるんだよ。餌釣りの落とし込みの釣りの動画をたっぷり見ること。で、状況の変化があったら、落とし込み釣り師さんが今こうなってるから、 こうすれば食うかもしれないから、これに変える 1B だったのが、逆に重たく 3B にしてみるね。で、まあ、こういう感じでやると、あ、やっぱり食ったよ。みたいなことがね。そういうハウツー的、動画的なものを見ると必ず出てくるので、それをたくさん勉強しないと無理。と、た切っておきます。はい。えー、e x ん、今、サビオのガイドリングが割れたので、 自分でガイドを交換しようと頑張ってます。おすすめのエポキシなどありましたら教えてください。カスタムロッドのメーカーさんがあるの。ジャストエースさん。知ってるかな、うん、はい。検索します。ジャストエース。これはね、あの、もともとジャストエースさんって、ロッドカスタム用のブランクを売ってたメーカーさんんです。で、 今日も僕、リツイートしといたんだけど、あの、コルクが汚くなった時のあの、えー、コルクのパテとかね、えー、も販売してらっしゃる。で、これをね、検索して、まず。うん、ジャストエース。ほら、出てきた。え、ね、ジャストエース。カスタムロッド。公式。釣りざのカスタムロッドパーツブランド。 パーツの販売や、ロッドのオーダーメイド制作。ここ。これがホームページだね。はい。で、プロダクト。ね。こういうとこ見るとね、あのー、いっぱいありますよ、素材は。あのエポキシなんかも多分、ほら、ここあった。エポキシコート。わかるじゃ <laughs> EX さん。ジャスト S さんに行けば、差を作るための、こういう素材だとか、パーツだとかね、全部揃ってるので、エポキシ見てみようか。エポキシコート。はい。リペアキット。エポキシコート、リペアキットですね。まあ、リペアなんで、修理ですから、もうガイドが、ね、ダメになった時に自分で、ガイドを、 付け替えときすあと、塗らないといけないね、エポキシをねもう。ちゃんとほら、なんていうの注射器までついてるじゃん。これだと綺麗にできるよ。ほら、ガイド交換、ここに動画いっぱい貼ってるから、ここへ。これ見て、で、エポキシの塗り方の注意事項なんかも、あの、このお兄様がね、解説してくれてるんで。リペアキットを使ってガイド修理してみました。 こっち側の上の方ですね。上の方も、ちょっと。カッターでね、あのスレッド切ってガイド外してるよね。切れ目。まあ分かってると思うんですよ、EX さんね。切くぐらいだから。で、巻き方っいていきます。で,で、巻いたら今度は。この B 材っていうのも。A 材 B 材で。ね。注射器れ。今はね、これね、混ぜたことによって泡が入っている。 ほら、泡が入ってるから、時間を置か,かないとダメだよとかね。かにね。本当にねあと、は毛で塗りますよ。塗っていうのはね、少なくて済むんで。これ以上のアドバイスはないでしょ <laughs>、まあ、プロがやってるのをね、見るのが一番ですよ。はい。イエクスさん、ある日突然上手くなるを読んだら、本当にメバルが釣れるようになりました。でやる <laughs> それはそうです。だから、 あの、最低限の一定、なんていうのかな、この水準以上のことを自分で分かっちゃった人は、あの、僕なんかのね、ハウツーは必要ないんですよ。でも、その、ま、手前の段階で、なかなかね、えー、どんなに頑張っても週に1回しか釣りに行けないとか、もう、下手すればもう月1ぐらいしか釣りに行けない人たちが釣りを楽しむためには、やっぱり僕らのような存在が必要ですよね。うん 1> 月1しか行けない人がさ、自分でこの領域までこう、理解できるようになるにはもう大変、何、10年、20年かかっちゃうよね。でも周りや釣ってるのに自分だけ釣れないならそんな待ってらんないよね。だから、僕たちのような、あの、アホみたいな人間ね、例えば僕が一番釣りに行ってた時期って、年間200日釣り行ってたのよね。仕事しながらよ。つまり、仕事終わったら毎晩釣りに行ってたってことさ。うん。 遠いとか近いとか、そんな場所があるとかないとか、それ全部言い訳だから。<laughs> あろうがなかろうが行くのよ、僕がなんだろうが。まあクレイジーなんで、そう真似しろとは言わないよ。おかしいんで。それはね、何かを犠牲にしてる人間だからね、僕たちはね。うん。いっぱいいろんなものを犠牲してますからね。はい。それを皆さんにしろとは言わないけど、あの、少なくともそうやって、その僕たちが、あ 探し当てた、もしくは作り上げた、構築した理論や技術を皆さんがちょっと軽く利用して、えー、ね、あの、結果出してもらえればいいんです。うん。そういう本です。ひろきちさん。最近サルビアとアルファスエアでベイトデビューしました。練習が楽しくて、毎日投げたくて、うずうずするようになってしまっまた。いいねもう最高。ひろきちさん。 あなたは幸せ。<laughs> ほんと。練習が楽しくなったらね、閉めたもんですよ。うん。あのね、練習なしにちゃんと結果が出るようなものは世の中にはないんですよ。練習をせずに、フィールドに出て結果だけを求めるっていうの、ね、お、間違いですよ。これ置き換えたら簡単です。ゴルフの打ちっぱなしも行かずにゴルフセット揃えて、グリーンに上がって、 他の人たちとね、パーティー、4人、3人、4人で、えー、パーティー組んで、ねえ、グリーンに出て、ちゃんとゴルフできるかっ,て言ったらできないでしょ。そんなバカな人いないでしょ。練習もせずに。もう大迷惑だから。<laughs> そんな人。まあ少なくとも、3ヶ月半年は打ちっぱなしに行って、 ねえ、サンドウェッジからドライバーに至るまで十数本のクラブなりの打ち方をしっかりしっかり振って、で、打ちっぱなしに行けないときは、裏庭や駐車場でスイングだけして、スイングの形だけ身につけて、もうね、半年一年かけて、なんとか球がちゃんとまっすぐ前に飛ぶようになって、初めてグリーンへ出るわけでしょこれ野球に置き換えて、小学校4年生5年生で、 ねえ、少年、軟式野球チームとかソフトチームが入った。いきなり試合に出れますかった話だよね。最初はグローブもつけさせてもらえずに素手で、コーチがチベタを転がすボールをこうやってスクール練習から始めるよね。で、バッティングの方はといえば、ひたすら素振りだよね。ひたすら素振りができるようになったら、ティーの上にボールを置いて、ティーバッティングだよね。うん。あるいは、トスしてもらって、トスバッティングだよね。 でもなかなか試合に出してもらえないよね。試合イクオール釣りの場合はフィールドに行って魚を釣るという行為だからね。はい。えー、話を元に戻します。えー、ひろきつさん、あなたは幸せです。<laughs> 練習が楽しくなった。もん素晴らしい。もう、これこそがね、あの、本当に釣り人全員がたどらなくちゃいけない道ですし、特にベイトタックル。 の素晴らしさってね、僕も何度か原稿でも書いてるし、こういうライブでも、ツイッターでも発言してますけど、あの、スピニングにはない楽しさなんだよね。それは何かというと、練習が楽しいんですよ。まあ、スピニングリタックルのキャスティングの練習も、楽しくないことはないと思うけど、度合いが違うのよね。難しいから、楽しいのよ。練習に行くたびに、こう、成長していく。 うまくなっていく自分がね、スピニングリールよりもね、圧倒的に、あの、自己認識がはっきりしてんのね、ベイトタックルは。そこが面白い。だからね、僕、ヤマさん、ベイトってそんなにいいですかそんな面白いですかって言うから、面白いよって。何がそんなの面白いですかって言うから、何がいいんですかって言うから、僕ね、最近、もうき決まり文句。ベイトはね、する前から楽しいよ。<laughs> もう一つ、ベイトはね、 釣れなくても楽しいよ。えなんでって言うから、それが知りたければ、ベイトタックル買い,買いなさいってそっから先は、俺に聞いてどこの話じゃない。自分がそこに行かないとダメ。ただ、はっきり言っとくよ。ベイト面白いって言ってるやつは、100%、釣る前から楽しいし、釣れなくても楽しい。これはま間違いない。ベイトが楽しいと思った人は、 もうらもう本当に100%近くそう思ってると思う。っていうのが弘樹さんに対する最後の答えです。はい。おめでとうございます。えー、ピッカンチューさん。アミコン、エビコンでハゼ釣りできるかと思ったんですが、やっぱりクランクベイトでないと難しいですか全然そんなことない。全然そんなことない。エビコンはでかすぎるかもしれないけど、アミコンなんかドピッタリですよ。 どうぴったりなぜそう思うのかなこれはね、難しく考えすぎ、一貫中さん。んクランクが外するになぜ向いてるかって言ったら、ジベッタ、えー、ボトムについて、クランクのこうリップでごつごつこう、砂煙を上げながら、ボ,ボトムをゆっくり引けるようにできるか。ハゼクラ で、使うクランクって基本的にフローティングクランクを使うことが多いんだよね。フローティングクランクの、うんここ、ここへ進化を打って、そこへつくようにして、引っ張ると、クランクって、えー、リップがこうついてるから、リップがそこをかき混ぜていくんだよ、こう。巻くとこういう風に動くからね、クランクってのそれでこう、ごじょ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 。で、この砂煙が出ると、ハゼはうわーっと寄ってくるわけ。で、クランクだから後ろにフックがついてるから、ハゼってのは頭から襲ってこないので、だって後ろからこう、 カツカツ噛んでくるんで、レアフックに関わるという仕組みですよ。だからこれ、別にエビコンア編みンだったら、フローティングもな,いでもないし、ね、流れがないとこだったら、進化もつける必要ないんだ。その、シンキングなんで。そのままボトムに沈めてチョンチョンチョン、ちょんちょんちょん、ちょんちょんちょん、ちょんちょんちょん、あるいはズーリズーリズーリ。で、巻くと浮くようだったら、それこそアゴリグ進化の進化をつけてね、そこを、 その進化の重さルで引いてくると、簡単に釣れますよ。で、えつ、ー、いてるフックで釣れにくいんだったら、アシストフックね、ちーっちゃい、こう、ね、あのー、地元糸でこう、だと、日本のアシストがあるじゃん。要するにその、マイクロジギング用のアシストフックはでしょ日本針の。あれをリアフックにつけるとさ、さらに簡単に釣れる。うん。で、これはジグでも、 どうよ。僕は謎ジグの場合はノーマルのまんまでハずつりしますけどね。うん。ボトムズルズル弾けばいいんだから、ボトムをズルズル弾けるリングでちっちゃければ、何だって食ってきます、ハゼはね。はい。変わった態度さん。え、こんばんは。最近近所の川で謎ジグ1.8から3.5グラムで追い川や川むを狙って遊んでます。チェイスはあるもののなかなかフッキングまでが難しいです。針は、 自動張りすどめに袖針を3、4号に書いてます。皮釣りは初心者なので、ご教授ください。僕はね、夏塾ノーマルで釣ってるんですよ。うん。まあ、アシストフックのようなね、袖針を使った、より吸い込めのいい針を使った方が効率は上がると思いますけど、針のシステムよりね、アクションの問題が先なんです。うん。 だから、ナンツジグみたいな、こう、ウォーブルタイプのルアーを投げると、カームツーついてくるけど、ヒットしませんよね。それはね、食うタイミングを与えれてないんですよ。例えば、プーと巻いて、ピタッと止めるとかね。プーピタぷたーピタップルピタぷるっと、ぷるっと、ぷるっと、ぷるデジ巻きってのがあるでしょデジ巻きわかんないかなカンツリーしてる人はわかると思うんですけど、スプーンを投げて、カッ、カッ、 買って、これ、デジ巻きっていうね。そうですね。ヒュッ、ヒュッ、ヒュッ、ヒュッ。この間で食っていくんですよ。革靴なんか特にそう。だから僕が夏塾で革靴するときは、たーって巻きます。たーって巻きます。で、ついてきます。ついてきて、至近、あ、ついてきてんなーと至近距離まで来たときに、ピッてやるんですよ。止めて。巻く手を止めて、ピッ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 ,ピッって。で、そこでヒットするやつもいるし、で、 大きい川本のね、この婚姻食に出たような、大いぼしが出たような、こうでっかいオスはあのこう、草がかぶってるプッシュの際をたーっと通したら、それでドーンとくることがあるけど、これちっこいメスなんかはね、なかなかそういうかずに、チェイスだけなんで、その場合、いいのは、ちょっと早めのリトリーブで巻いて、足元まで寄せちゃうんです。足元まで寄せたら、今度はバーチィカルに使えるよね。ここまでしたら、こうやって、これ、ハゼも一緒、マハゼも一緒。 ちょちょんちょちょんちょちょんとやると、こんなになってくるので、そしたらね、ノーマルのフックのままで簡単にヒットします。ね。だから食うタイミング、間を作ってやるっていうのが大事です。完全なるフィッシュイーターだとね、ただ巻くだけでガバーン食ってくるんだけど、やっぱり完全なフィッシュイーターでない、例えばマハゼだとか、あとキスだとか、まあ、オイカも、カワムツもそうだし、うん。うん。例えばアジなんかもそうだよね。アジも、 完璧なフィッシュイーターじゃないから、ボトムから、ちょんちょんってやって落とすって一緒でしょうん。あれ巻くだけでアジ釣れるんだったらみんな巻いて釣ってるわけ。まあもちろん、アジくらいになるとベイトフィッシュにスイッチが入ってるやつはもう巻くだけでドーンくるんだけど、そ、全くの、あの、ええー、まあ度合いの問題な,ないんだけど、フィッシュイーター100のやつと、キーフィッシュイーターのやつと、 真ん中の性格のやつね。フィッシュイーターじゃないけど、プランクトンも食ってるけど、魚も食いますよっていうのがアジメバルなんだけど、その度合いなんで、これ100に近いところに近づけば近づくほど巻くだけで食っちゃう。でも、そうじゃなくて、フィッ,フィッシュイーターの、お特徴も持ってるやつだと、こういう、お、なんかね、待っていうからね、踊らせるって食う間を作ってやらないとなかなか釣れません。 そういうこと頭にやるとね、いろんな魚釣りが上手になります。うん、えー、カタスヤンさん。こんばんは。ずーっとベイト初心者です。いいね。ずーっとベイト初心者。僕好きそういう、そういう表現大好き。あのね、ベテランになっちゃダメなの何事も。あのね、ベテランになった途端にね、純度下がるんだよ。人間のね。 感度とか純度っていうのはね、下がっていくんだよ。えー、もっとありてに言うとね、釣りの本質的な楽しさがスポイルされていく。釣りって。だから、釣りに限らずなんだけど、どんなスポーツでも趣味でも一緒なんだけど、初心を忘れるべからずっていう昔の人は本当にすごいこと言ったなと思うけど、大体いいね、チート上手くなるとね、調子のんい人間って、特 <laughs> の男の方は。 もう僕自身そうだったんだからよくわかる。うん。まあね、初心を忘れないっていうか、初心者のならではの楽しさをずっと持ち続けれるやつが一生釣りを楽しめる。これもはっきり言っとく。下手にね、上手くなって自分が上手いと。うん、俺は人,人とちょっと違うの上手いんだみたいな風になりがちな人はね、 あの、生涯釣りを楽しむことはできない。そんなね、あの、程度の低いもんじゃないんだよ、釣りっていう遊びは、うん。だから、ずっと初心者ですって言えるあなたは強いよ。うん、強いしね、うん、正しいよ。ある意味。ずっと初心者であるべきです。できるだけ上手にならないようにね、努力する。<laughs> 何言ってんだ、このおっさんはって。 本当だよ。できるだけ上手にならないように,ななように努力して釣りは一生懸命やはずの。そうすると、こんなちっちゃい魚一匹が嬉しいのいつもいつも毎回、僕見てごらん。ある意味、そういう意味じゃ、あの、お手本にしていただいていいですよ。釣りの本当の本質的な楽しさ。ね、僕みたいな70過ぎても、ね、僕の師匠のように80になっても90になっても、師匠の師匠の大師匠は、 100歳まで釣りができた。ずっともうほとんどね、大師匠が100歳になって釣りした時にはお弟子さんが車椅子をして、あの、岩壁まで師匠をしていって、師匠はさすがに車椅子のだからこう投げれないので、お弟子さんがピュッと投げて、はい師匠、ドドって竿を持たせてもらって、それでこうやって釣るぐらいもう体もね効かなくなってらっしゃったけど、それでも魚がこう、コトンと当たって、お かかったかかった、ピクピク動いてるってあの感触ってのは、さっき言ったでしょ初心者になろうが100歳の超絶大ベテランだろうが、あの感動、感触、心地よさってのが釣りのね、やっぱり一番の楽しさであり、醍醐味なわけですよ。で、そこを失わないようにするためには、下手に上手になっちゃダメなの。腕が上手になってもいい。心が上手になっちゃダメ。ここ,こ,こと。ここも上手になっていいかな。若干。 ここ一番大事なのは心が上手になっちゃダメ。<laughs> うん。言っときますよ、本当 <laughs> うんと、秋葉流さん。レオンさんがよく動画でリリースするときにサンキューと魚かなってるのを真似させてもらってます。遊んでくれた公的主に感謝ですああ。サンキューって言ってんのこれ ありがとうねとか、サンキューと、またねとか言いますね。あ、そっか。なんかね、自分のことなんてあんまり気にしてないんだけど、言うよね。言うのって当たり前だよね。だから俺別に意識してないんだけど、言うよね。例えば、女性が、とデートしたら、 デート終わって帰り際にありがとうって言うよね。デートしてくれてありがとう。あそ、うん、ね、男友達でも、今日遊んで、一緒に盛ん通いて遊んでくれてありがとう。遊んでくれた相手にありがとうって、ごくごく自然なんじゃないかな。うん。ねえ、まあ、ヨシンバ、キャッチイートで持って帰っていただく場合でも、いた,いただきますだよね。 ありがとうだよね。この日本、外国でもあんのかなまあ、外国の場合はね、ね今日も食料をありがとうございますって、あの、主に、神様に、俺を言ってるよね。あ、日本人はあい感覚ないんだよね。日本人は、石にも風にも木にも草にも、お魚さんにも何もかんにも神がいるんだよね。やおろずの神々だね。800万だからね、やおろず。日本、日本はね、そういう意味じゃねえよ。僕は、 世界最高の、えー、宗教と競技心をものすごくナチュラルに持てた民族だと思ってるで。その根源にあるのが神道なんですよ。神の塔をね。要するにあの神社のことね。神道。神道の宗教って、えー、思想の根幹がそうなんですよ。一神教じゃないわけよ。あらーらすごいとかね。 ブッダがすごい。ブッダ好きだけど、ね、イエスがすごいとかじゃないんだよね。その、ありとあらゆる死んだ番章、すべてがすごいって言ってるんだよ、日本人はね、うん。うん。だから、いただきますも、食材に対して言ってんだよ。まあ、お米を作ってからたお百姓さんに対してもいただきますなんだけども、お米自身や、ね、あの、お頭付きの、 うん、一匹漬けの塩焼きのお魚さんにも命に対してありがとうっていう、っていうね、この日本人の概念ってね、どん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 近代失われていって、そんなこと言うと変なおじさんだなって思われ勝てないような時代に突入しちゃったけど、やっぱりね、日本に生まれて日本で育って日本人として73年間生きてきた僕から言わせると、忘れてほしくないなっていうのがやっぱあるよね。ある。やっぱ美しいなと思っちゃう。 うん、そういうふうに思ってると、あの、自然にありがとうなんじゃないですか僕、あんまり、そうか、サンキューって言ったりね、ヒットって言ったり、フィッシュって言ったりね、言ってますけど、まあ、えー、リリースするときには、サンキュー。ありがとう。まあ、何でもいいや。ね。本当はサンキューなんだよね。うん。はい、ということでね、 もう2時間過ぎました。え。三又さん、スパチャありがとうございます。えー、マイル君元気ですか元気です。うちのレイン。えー、ピジョンフリーザー。おいいね。あと3ヶ月16歳。おー、素晴らしい。長生き。まだまだ元気。食欲すごい。食欲があるうちはね、すごいですよ。マイルんのおやつとありがとうございます。ちょっとご挨拶を。はい。もうね。犬好きはね。 みんな親バカですんで、犬好きじゃない人は我慢してくださいね。はい、三まさん。マイル君みまさんがスパッチャーおやつでくれました、ほら。ほら、書いてあるでしょ。漢字読めるんだよ、この子。<laughs> はい、おやつでありがとうございます。あ、EX さんもスパッチャーありがとうございます。いつも助かります。はい、ということで、今日は突然の、えー、ライブでしたけど、ね、たくさんの方が見に来てくださってありがとうございます。えー ちょっと眠そうでございます。これ扇風機のせいだろ。眠たいのじゃないのかな。ということで、皆さんまたねー。<laughs> はーい、ありがとうございました。